侍がデートしてた。やるじゃん。カッチカチ。じゃあ、はい、バレンタインチョコじゃなくてバレンタインジャンボ。グリーンジャンボはバレンタインジャンボへ。ライブも当たる。羽織さん。おお。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。バレンタインたくさんあげてる。はい。結構落ち込んでる。こっちはミニなの。ミニも欲しいでございます。バレンタインジャンボミニ新登場。ライブも当たる。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。おはようございます。よろしくお願いします。大丈夫大丈夫大丈夫。はい、いただきました。この方 OK です。もう一個もらってて、あそこにあるけどもらってて。これ漕ぐんだよ。ちょっと上がります。ちょっと上がっていきます。自力型なんでちょっと大変なんですけど。はい、よーい、スタート。お疲れ様でした。これは何だろう。あ、そういいですね。本当はこれ子供の安全用に多分つけてるやつなんですよ。タツナみたいに。ミニなの。ミニも欲しいでござる。本番、お願いしてください。よーい、はい。ミニも欲しいでござる。よかったね、伊藤ちゃん。よっ、はい。よかったね。はい、カット。はい、カットです。すいません、いただきます。では以上で、よっしゃ、長井沙先生、役所広司さん以上でオールアップです。ありがとうございました。ありがとうございました。こちら香織さんも以上で終了です。ありがとうございます。で、伊藤一郎さんも以上で終了です。オールアップです。Thank you.
また今回も楽しくて、きっといい作品ができてると楽しみにしてます。そうですね、なんか今までの4作品かに比べたらだいぶ侍もあのこの国に慣れてきて現代社会にな現代馴染んではいないですけど馴染みつつあって、初めての遊園地で後ろから乗り物で怖がっている、おなんかこんな縮こまってる侍見てちょっと可愛らしいなって思いました。なんか今回は侍の可愛らしさが見える CM になるんじゃないかなって思ってます。どんちゃん、持田さんは本当にこうやって初めてお会いすると本当におしとやかで大和なでしこみたいで、でもコンサートに行くとね表現されるからぜひこれ宝くじ買って ELT のコンサートを当ててほしいなと思います、でも本当に楽しかったです。ありがとうございました。町田さん、それを受けていかがですか。いやもう本当に私はもうずっと本当に見て育ってきたので、もう夢のようなもう役であの見つめ合える瞬間がもうたくさんあって、また見つめてもらえたみたいな感じで本当に。でもお上手ですよね、落ち着いてらっしゃいますよね。素晴らしいですね。貴重なお時間ありがとうございました。今日僕ちょっとゆっくりめの参加だったんでちょっと緊張してたんですけども、島崎さんのそのおかげですかね、温かい温かい眼差しのおかげで、やっぱり僕もそのシリーズをいつも楽しく見させていただいてたんで、うん、このいでたちをこう間近で拝見させていただいてもう感無量でございますね。単純に出たいですみたいな感じでした。でもあのきっと演技だったりだとかそのお芝居みたいなことがあったりすると思ったので、もうすごい緊張しましたし、私は本当に未経験なのでなんかすごくなんか本当夢のようなというか。伊藤さんは今回お話来た時いかがでした。いやもう本当に感激です。それ以外ないですね。あの2人揃ってっていうのはすごい少ないので、あの僕は逆に新鮮ですけど、いつもあの歌ってるところはたくさん見るんですけれども、そういう撮影とかで、あ今緊張してんじゃないかなみたいなのを見るのは少ないので僕は新鮮でしたね。おじさんいかがですか。そうですね、一郎さんと CM は そんなに本当に多くないので、でも今日もそんなに会ってないかな。いや全然、でもあのすごい安心します。やっぱり一緒にメンバーなので、ああ行くんだみたいな感じがありますそうですね、まあ子供の頃なんかバレンタインになるともらえもしないのになんかそわ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 する自分がなんか嫌だなと思ってます勝手な想像なんですけど、役所さんすごいなんかこうチョコレートとかっていうのをもらってる印象が。いやいや全然ですよ、あの友達からもらうモテるやつからちょっとチョコレートもらってたぐらいです島崎さんいかがでしょう。私たちの世代は友チョコっていうのが流行ってた時代なので、もう異性同性関係なく友達に学校行って渡すって感じでした。じゃあ前回でしょう。そうですね、なんか毎年結構スタッフの方とか、まあ、一郎さん含めていっぱい
買いに行くタイプだったんですけど、最近やってないなっていう。なんかあのお返しする方も大変だなというあのふうに思ってから、はい、ちょっと控えましたけど、でもあの選んでる時はすごい嬉しいですね、いつも、はい。やっぱり甘酸っぱい思い出っていうんですかね。この好きな子からどうしてもらえないんだろうっていう葛藤にこう子供ながらにすごいしょぼくれてた思い出がありますね。はい、ありがとうございます。貯蓄もちょっとさせていただきつつ、でもそのやっぱりライブとかはとっても楽しいので、なんかもうみんなで集まってワイワイみたいな、あのその制作の制作費というかに使えた自腹がいいかなと、はい。なんか場所はどこかってあります？あの外がいいですね。何にもないところにもうサーカスみたいになんか組み立ててっていうのをやりたいです。伊藤さんいかがでしょう？あの持田さんの建設的な意見を受けて非常に申し訳ないんですけれども、そうですね、高額なギターを買えるだけ買って部屋に並べてこうじっと見つめていたいです。皆さんこんにちは、役所広司です。島崎遥です。今回バレンタインジャンプ宝くじに出演していただいたのは、皆さんこんにちは、エブリリトルスイング持田香織です。伊藤一郎です。今回は侍との恋のお話になっていますが、持田さん、はい、伊藤さん、はい、CM の撮影はいかがだったでしょうか？いやもう本当に私は役所さんと CM の中とはいえデートをさせていただき光栄でございました。ありがとうございます。島崎さんもありがとうございました。いつもコミカルなこのコマーシャルを楽しんで見てたんですけれども、現場になるとすごいやっぱり緊張した雰囲気も味わえて、すごい特殊な体験をすることができました。